こんにちは。今日はデイジーグラニースクエアの編み方を紹介します。はい、こんな感じで、はい、真ん中にこのお花があって、そして周りをグラニーステッチで編んでいます。はい、こちらの編み方を紹介します。今回はこのモチーフ1枚分の編み方を紹介します。はい、これをね、何にしていくかっていうのはまだちょっと考えていないんですけれど、モチーフのね、編み方を紹介していきます。はい、材料です。今回はダイソーさんで購入しましたアクリルヤーンですね。こちらの花芯の方をマスタード、はい、そして花びらの方はホワイトですね。同じアクリルヤーンです。そして周りの色は、はい、グレーを使って編んでいこうと思います。はい、こちらのアクリルヤーンは 70g 入って、はい、100円なので、とても、はい、お買い得だと思います。はい、色の方ですけれど、画面で見るよりもう少し黄色が、はい、濃い色になっています。はい、マスタードの色ですね。はい、ちょっと画面ではね、違った感じに見えています。はい、白はこのままで、グレーの方もこのまま同じような感じです。そしてかぎ針の方ですけれど、糸の方に推奨されているのが6から 7.5 というふうになっています。今回は見にくいですね、6号を使って編んでいきたいと思います。はい、そしたら編み図で説明していきます。はい、こんな感じになります。はい、花芯が黄色ですね。そしてここの色グレーになっていますけれど、ここが白で、はい、編んでいます。そして周りの色はグレーを使っています。はい、最初は鎖編み5目を輪っかにします。はい、1段目に行きます。鎖3目で立ち上がりを入れたら、はい、今作った5目の輪っかの中に長編みを12目入れます。立ち上がりを入れて12目編みますので、実際、長編みの方は11編むことになります。はい、最初の立ち上がりの目に引き抜き編みをして1段目を終わります。引き抜くときに色を変えて、はい、白で今度は編んでいきます。はい、次入れるところですけれど、この長編みの目に入れるんではなくて、長編みと長編みの間の、はい、ここの、隙間のところですね、ここに入れるようにしていきます。はい、鎖編み4目で立ち上がりを入れたら、長々編みを2目編みます。はい、長々編み3目のパプコーン編みをしますので、はい、長々編みを2目編んだら、最初のこの立ち上がりの4目のところに針を入れ直します。ここで一旦針を外して、最初のこの立ち上がりのこの目ですね、ここに入れて、さらにこの置いていた目ですね、それに戻して、はい、引き抜き編みをして、そして鎖を1目編みます。はい、鎖1目を編むまでがパプコーン編みになります。はい、さらに鎖2目を編みます。はい、次のパプコーン編みはこの下にある長編みと長編みの間ですね、ここに側に入れてパプコーン編みを編んでいきます。長々編みを3目編んだら、一旦針から外して、最初の長々編みに戻して、はい、外していた目をすくって糸をくぐらせて引き抜いて、はい、鎖を1目編む、そして次のところへ行くために鎖2目を編む、その繰り返しをしていきます。最後はずっと鎖編み2目を編んでいたんですけれど、最後は鎖編み1と、細編み1を編んで、はい、この、真ん中から次の段で糸が出るようにします。細編みの、最後引き抜くときに糸を変えます。はい、グレーに変えて、次はグラニースクエアを編んでいきます。はい、この角のところですね、このここが長々編みになります。あとは全部長編みです。そしてその次の段も長編みになります。次の段はここの角のところも長編みで編んでいきます。はい、鎖4目で立ち上がりを入れたら、ここのスペースのところですね、ここに長々編みを2目編みます。はい、次のスペースのところに長編みを3目編みます。ずっとスペースに長編み3目を編んでいくようになります。はい、角に来ましたので、長々編み、はい、角は鎖2を編みます。はい、そして長々編み3をここのスペースのところに入れます。長編みの塊を2回編んだら角に来ますので、長々編み3、
鎖に長々編み3を編んで角を作ります、はい、ぐるっと回ってきてここは最初ここから始めていますので残り長々編み3を、はい、ここのスペースのところに編みます。そして鎖1を編んで最後は細編みを編んでこの段をおしまいにします、はい、もう一段、グレーで編んでいきます。次は、長編みばかりを編んでいきます、はい、鎖3目で立ち上がりを入れたらここのスペースに長編みを2編みます、はい、次はここのスペースに長編み3の塊を編みます、はい、長編み3の塊をそれぞれスペースに編んでいったら、角に来ますので角は、長編み3角の鎖に長編み3をここのスペースのところに入れます、はい、同じことを繰り返して最後は鎖2を編んでチェーンつなぎでつないでいきます、はい、チェーンつなぎをするのはこの、長編みの目にしていきたいと思います。ここにすると、目がね1つ増えますので、はい、この長編みの目にチェーンつなぎをします。はい、そしたら実際に編んでいきます。最初は鎖編みを編みます。糸の後ろから針を当てて親指の前を通ってぐるっと1回転させます、はい、クロスになったところを押さえて糸をかけて、はい、最初の結び目を作ります。ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。鎖編み5目を編んだら一番最初の鎖目ですね、ここに針を入れて糸端の方を針の上に乗せて編みくるむようにして引き抜き編みをします、はい、引き抜き編みの目を小さく締めておきます、はい、ここから1段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がりを入れます、はい、今編んだ輪っかの中に長編みを全部で12目入れます。全部でというのはこれを1目と数えますので長編み自体は11目編むことになります、はい、糸をかけてこの鎖5目の輪っかの中に針を入れます、はい、糸端を編みくるみながら長編みを編んでいきます。糸を取ってきて糸をかけて、はい、2目糸をかけて2目と外していきます、はい、糸をかけてこの輪っかの中に針を入れて引き出してきたら、はい、左の2目糸をかけて残りの2目を、はい、引き抜いていく長編みを編んでいきます、はい、これでこの鎖を入れて3目編んできました、はい、同じことをしていきます。全部で長編み12目を編んでいきます、はい、長編みを全部で12目編みました、はい、12目編んだらこの糸をねこうグッと引っ張ると穴の方が閉まってきます。この糸端を編みくるんでいるのでこういう形で穴を閉めることができます、はい、そしたらこの立ち上がりの鎖の3目目ここですね、ここに引き抜き編みをするんですけれど通常はこのように針を入れて引き抜き編みをするんですが、そうすると引き抜いた、次の色がとても目立ちますので、はい、後ろから引き抜くように今回はしていきます。普段通りの引き抜き編みをするとここに針を入れますね。そしてこの糸を取ってきて引き抜き編みをする、そうするとここにこの白の糸が見えるんですね、はい、次花びらを編むときにちょっとここがね目立ちますので今回は、はい、この鎖編みの裏からこのように針を入れてそして糸を引っ掛けて引き抜き編みをします、はい、そしてこの目をね締めておきます。こういうふうにするとここのところに白がね、はい、目立たなくなるかなと思います、はい、2段目を編んでいきます。2段目は長々編み3目の、パプコン編みをしていきます、はい、鎖編み4目で立ち上がりを入れるんですけれど立ち上がりを入れるときにこの糸を、はい、一緒に編んでいく、ちょうどねスレッドコードを編むような感じで、鎖4目を編むと、ちょっとボリュームが出るかなと思います、鎖編み4目と長々編みを比べると鎖編みのボリュームが少し足りませんので、はい、今回そういう形でやっていこうと思います。引っ掛けて、はい、鎖を1引っ掛けて2
引っ掛けて3、引っ掛けて4、はい、こういう形にするとただ鎖を編むよりはちょっと太くなりますので、はい、ボリュームが切るかなと思います。はい、鎖編み4目をこのように立ち上がったら、はい、長々編みを編みますので針に2回かけて、このこれは立ち上がりですね、立ち上がりの横の、はい、スペース、立ち上がりと長編みのスペースですね、ここに入れます。この目に入れるんでなくってスペースのところに入れます。はい、糸を取ってきて、長々編みを編みますので2目ずつ、はい、外していきます。糸をかけて左の2目、糸をかけてさらに左2目、はい、糸をかけて最後の2目を編みます。はい、長々編みをここで1回編みました。はい、もう1回長々編みを編みます。針に2回かけて同じところに入れます。はい、糸を取ってきてかけて2目、かけて2目、かけて2目と外します。はい、これで、長々編みを3目編んだことになります。はい、ここで針を一旦外しますので少し引き上げて、はい、針を外します。この立ち上がりの鎖の 1,2,3,4 目目、ここに針を入れ直します。前から後ろに針を入れます。そしてこの持ち上げた目ですね、これを前から後ろに針を入れて、はい、元の状態に戻します。そしたらこの目をこの、立ち上がりのところに入れた分ですね、そこにこのように引き抜いてきます。はい、そして鎖を1目編んで目を締めます。はい、ここまでがパプコン編みになります。この鎖1を編んだところまでが、はい、パプコン編みになります。次鎖を2目編みます。はい、次のところへ行きます。はい、糸を2回かけたら入れる目ですけれど、はい、長編みと長編みの間のこのスペースですね、この中に入れます。この上の目ではなくってこのスペースのところに入れます。2回糸をかけたらここに入れて糸を取ってきます。そして左の2目、さらに左の2目、はい、最後の2目を外します。長々編みが1目編めました。同じことをします。2回かけて同じところに入れます。はい、2目ずつ外していきます。はい、もう1回します。2回巻いて同じところに入れて2目ずつ外していきます。はい、長々編みを3目編みました。そしたらパプコン編みを仕上げていきますので、はい、少し目を持ち上げて針を抜きます。この長々編みの目はここになりますね。これとこれとこれが、はい、長々編みの目になりますので、はい、最初の目にこのように前から後ろに針を入れて、そしてこの目に戻します。はい、糸を引き締めてくぐらせます。はい、そして鎖を編んで、はい、目をキュッと締めておきます。はい、ここまでがパプコン編みになります。はい、次へ行くために鎖を2目編みます。同じことをしていきます。針に2回かけたら次はこのその次の長編みと長編みの間のスペースですね、ここに、はい、入れて長々編みを、はい、3回編みます。1回、2回、3回。はい、長々編みはキュッとならずに、ふんわり編んだ方が花びらがふっくらすると思います。はい、目をこのように持ち上げて長々編みの最初の目ですね、ここに針を入れて今抜いた目に戻します。そしてこのようにくぐらせます。はい、鎖1を編んで目を締めておきます。はい、鎖2を編んで糸を2回かけて次のスペースですね、ここに入れて長々編みを編みます。はい、長々編み編むときはこうふんわりね編んだらいいと思います。1回、2回、はい、3回、長々編みを編んだら、はい、一旦針を抜いてこの目と
はい、抜いた目に戻して、そしてくぐらせます。そして鎖を編んで目を締める、はい、こういう形になります。それをずっとここまでね、12個この花びらを作っていきます。はい、こんな感じでぐるっと編んできました。最後になります。はい、針に2回かけたら最後はここですね、この部分、ここのスペース、ここに針を入れて長々編みを編みます。1回2回3回、そしたら針を一旦外して、最初の長々編みの頭に針を戻して、この目にも戻して、はい、糸をくぐらせます。そして鎖を編んで目を締めます。はい、ここまでが、はい、パプコン編みですね。はい、次最後のところです。鎖を1編んで、そしてここの最初に編んだパプコン編みのここですね、鎖編み、引き締めた鎖、ここにありますので、ここに針を入れて糸を取ってきて、はい、次抜くときに次の色に変えます。次がグレーになりますので、糸を少し長めに、少しだけね、長めにこのように、はい、当てて、抜きますね。これが細編みを編んだことになります。はい、引き抜きでなくって、ここは細編みを編みます。はい、糸を引き締めておきます。はい、そしたら2段目に行きます。2段目はグレーで、グラニーステッチを編んでいきます。立ち上がりは、はい、鎖編み4目になります。はい、糸の方はね、もうカットしておいてくださいね。さっきこの黄色の部分カットしませんでしたけれど、はい、途中で切ってます。はい、こちら白もカットしておきます。はい、こういう形に今なってますね。はい、そしたら鎖4目で立ち上がりを入れます。先ほどと同じようにこの、はい、糸端ですね、これを引っ掛けながら、はい、4目編んでいきます。1、2、3、4、はい、これで鎖のボリュームが出ましたので、これを立ち上がりにします。はい、これ糸端締めますね。はい、このスペースから始めていきます。ここは長々編みを編みます。はい、針に糸を2回かけてここに入れますね。はい、長々編みを編みます。もう1回長々編みを編みます。1、2、3ですね。はい、そしたら次はここのお花とお花の間のスペースですね、ここ鎖2を編んだところになります。ここに長編み3目を編みます。はい、長編みですね。長編みを1回2回3回、はい、長編み3目の塊を1回編みました。はい、次も、はい、長編み3目をこの、お花のスペースですね、はい、鎖を編んだところになります。ここに長編みを3回編みます。1、2、3、はい、そしたら次が角になります。はい、角は長々編みを編みますので、針に2回かけて、はい、ここに入れますね。次のところに入れて長々編みを1回2回3回、はい、長々編み3を編んだら角を編みますので、鎖2目を編みます。はい、残りの長々編み3を編みます。はい、2回かけたらこの同じところに入れて角を作ります。長々編みですね。1回2回3回、はい、これが角の編み方になります。
長々編みと鎖2と長々編み3を編む。これが、3段目の角の編み方になります。はい、次はここのスペースに、ここは長編みを3編みます。角は長々編みですけれど、それ以外は長編みを編んでいくことになります。はい、長編みの塊を2回、1、2、3。はい、次が角になりますので長々編みを編みます。はい、長々編みを1回、2回、3回。はい、角の鎖2目を編みます。長々編みを同じところに、はい、針を入れて3回編みます。1回、2回、3回。はい、そしたらこんな感じで、次はここ2つ長編みですね、そして角を編んで、はい、最後のところをもう一度、はい、やっていきたいと思います。はい、こんな感じでぐるっと回ってきて最後のところになります。ここが立ち上がりのところですね。立ち上がりは角を半分しか編んでいませんので、残りを編んでいきます。はい、長々編みを編みますので、針に2回かけたらこのスペースのところに針を入れて、長々編みを1回、2回、3回長々編みを編みます。はい、そしたら最後は、鎖を1編んで、そして立ち上がりの鎖の4目目ですね、はい、ここになりますね。この目はこの長々編みの目なので、その隣の目の、はい、ここに針を入れて、そして細編みを編みます。はい、糸を取ってきてかけて抜きます。はい、角から立ち上がりをするようにしたいので、このようにしていきます。はい、こんな感じで、3段目を編みました。お花がね、こうブクッとして、可愛いかなと思います。はい、今回はこの、長々編みを3目、はい、長々編み3目のパプコン編みにしていますけれど、もっとボリュームを持たせたい場合は、4目とか5目とかにされてもいいかなと思います。はい、そしたら次、4段目を編んでいきます。はい、立ち上がりを鎖3で編むんですけれど、この糸が、はい、残っていたらそのまま引っ掛けて立ち上がりに使います。1回、2回、3回。はい、残っていなかったら普通に鎖3目でも大丈夫です。はい、そしたら糸をかけて、ここですね、このスペース、はい、角のスペースに長編みを2目編みます。1、はい、2、はい、これでこの立ち上がりを入れて3目編んだことになります。はい、この段は長編みをずっと編んでいきますので、次入れるのはここのスペースですね。はい、スペースのところに長編み3目を編みます。1、2、3ですね。はい、糸をかけてここに、はい、同じように長編みを3回編みます。2、3。はい、ここも長編みを3ですね。1、2、3。はい、長編み3目の塊を3回編んだら角に来ます。はい、ここは長編みで角を作りますので、糸をかけて長編みを3目編みます。1、2、3。長編み3を編んだら鎖2を編んで角を作ります。はい、同じところに入れて長編み3、はい、編みますね。1、2、3。はい、これでこちら側の角を編んだことになります。はい、同じことをしていきます。はい、長編み3を
編みながら角を編んでずっと、はい、一周回っていきます。はい、そしたらずっと編んできて最後のところになります。はい、最初のところに戻ってきましたので、はい、ここですね、残り3目を長編みで編みます。1、2、3。はい、長編み3目を編んだら、ここにつなぐんですけれど、この1枚を一応仕上げるという形で、チェーンつなぎでつないでいきたいと思います。はい、引き続いてこれをね、つないでいく場合は今編んだこの4段目これを編みながらつなぐっていう方法もありますので、はい、次回はそのつなぎ方の方をね説明したいと思います。今回は一応、モチーフ、1、2、3、4段、はい、4段を仕上げてしまうという形にさせていただきます。はい、そしたら鎖編みを2編んで、はい、糸をカットします。はい、糸始末分だけ残して糸をカットします。はい、そしてシュッと抜きますね。これを、はい、とじ針に通します。はい、そしたらこちらの方につなぐんですけれど、この立ち上がりの目にこのようにつなぐと目数が1目増えますので、ここにつないでいきます。はい、長編みの目ですね、ここへ、表から裏側に針を入れて、はい、目はこのようになってますね。はい、で今鎖編みがここにありますので、鎖編みの目に表から裏側へ針を入れますね。そしてぐっと引っ張っていくと鎖目がここに出来上がります。はい、この立ち上がりの鎖編みの上にこの目ができたことになります。こんな感じですね。そしたら後ろの始末をしますので、ここのところがちょっと不安定になっていますので、こちら側へ、はい、針を入れて、はい、あとは見えないところをこのようにくぐらせて糸始末をしておきます。しますね。こちらの方は立ち上がった目なので、もう巻き込んでいますから短くカットをしておきます。はい、中の方の糸始末をしておきます。はい、この最初の鎖を編んだ目ですね、糸端は編みくるんでいますので、ぐっと締めて穴をし、はい、絞っておきますね。でこの、はい、編み終わりの糸とここ結んでおいたら、はい、安心だと思います。結んで、そしてこの糸端を中に入れておきます。はい、編み地の中にくぐらせておきます。こちらの方ですね、これは別に結ばなくても、はい、いいので、もう2本同時に糸始末をしておきます。ちょっと長さがね違うとやりにくいので、はい、ちょっと長さを揃えました。あとは、はい、見えないところへくぐらせておきます。お花をこの整えてあげてくださいね。こうピコンと、はい、へこんでたりすると、はい、可愛くないので、後ろから指をこのようにキュッキュッとしてあげて花びらを整えてあげてください。これでデイジーグラニースクエアの、はい、モチーフが出来上がりました。はい、これを何にするかはちょっとまだね、決めてないんですけれど、このモチーフを10枚編んでグラニースクエアのバッグを編んでもいいと思いますし、長くつないで膝掛けとかショールにされてもいいと思います。次はこれちょっとね今つないでいるんですけれど、はい、ここにこれをね、これはもうモチーフ仕上げてしまったので、ここ
つなげないんですけれど、この最後の段を編むときにこちら側とつないでこんな風になるんですけれど、はい、つなぎながらモチーフを仕上げていくっていう、はい、この編み方をね説明していきたいと思います。はい、そうすると最後にねたくさん編んだのをつなぐの大変だと思いますので、編みながらつないでいくと楽かなと思います。はい、今回はデイジーグラニースクエアのモチーフを仕上げました。よかったら参考にして編んでください。はい、ありがとうございました。